JR 改札口 JR ホーム茨、鉄道駅舎乗り換え改札茨鉄道ホーム神奈辺駅は広島県福山市神奈辺町大和川南にある西日本旅客鉄道茨鉄道の駅である JR 西日本の福縁線と茨鉄道の茨線が乗り入れ接続駅となっている茨線は当駅が終着駅であるがごく一部の列車が福縁線に直通する 福縁線の福山方面に限り愛古家が利用可能である。当駅から府中方面と茨鉄道では利用できない。両備え軽便鉄道として開業。高谷線の分岐駅となったが、秘伝化の高谷線は国有化の対象にならず運命が分かれてしまった。伊笠鉄道として廃止された旧高谷線は茨鉄道として32年後に復活した。 JR 西日本相対式ホーム2面2線を有し、行き違い可能な地上駅。一見すると2面3線に見えるが、下りホームの反対側の線路は保守車両用の線路である。復縁線では唯一の京上駅舎を有する。乗り場は方面別に使い分けているが、一番乗り場は、塩町方への出発も可能で、平成30年7月豪雨で当駅。 府中駅間で折り返し運転を行っていた際は、全列車一番乗り場発着となった。現在は、福山駅が管理する無人駅であるが、2020年2月29日までは、JR 西日本岡山メンテックが駅業務を受託する業務委託駅で、福園線内では、福山駅、府中駅とともに緑の窓口が設置されていた。ピンク色の自動券売機設置。 2018年3月17日のダイヤ改正まではワンマン列車における運賃収受は無人駅同様に車内で行われていたがダイヤ改正後は愛国家取扱区間の便を本条駅、横尾駅と東駅でホーム側のすべてのドアから乗り降り可能とする取扱いに改められた。なお、終日営業だった直営駅時代はワンマン列車でもすべてのドアを開閉して 駅での修士を行っていた。茨鉄道駅舎は、福縁線、上りホーム脇にあり、同ホームと直結する乗り換え改札も存在する。単式ホーム一面一線を持つが、福山方面に直通する列車は、福縁線のホームに発着する。こちらは2012年3月まで、茨鉄道の直営駅であり、携帯型発見機や補充券で乗車券を販売し、早朝と夜間は、 無人となっていた。2012年4月に一度終日無人化されたが、2013年の窓口不定期営業を経て、2014年8月より、駅係員が再配置されている。駅係員の再配置時は、消費税の8%増税に伴う、運賃改定の際に、携帯型発見機を更新しなかったため、常備券、補充券と、創者駅から移設された。 自動券売機により販売され、入場券は一旦発売を終了していた。2016年7月頃に、タブレット端末にプリンタを接続した乗車券類発行機で乗車券、入場券を発売するようになり、常備券での販売を終了した。2020年8月31日、自動券売機を更新。発売できる、券種を拡充し、券売機でも、 入場券を発売するようになった。近年の1日平均乗車人員は以下の通り、直オ駅は福縁線のすべての駅の中で最も利用者が多く、かつ利用者が唯一1000人を超えている駅でもある。ありがとうございます。